始まりましたハローミキティチャンネルです、今日はですね私のハローミキティチャンネルの中では Vlog、子供たちと一緒に撮ったものだったりとかちょこちょこあるんですけれども、改めて子供たちをちょっと紹介というかしていきたいなと思います。まず一人目、長男トラさんはですね、トラさんは今もう4月で小学校4年生になります、だからもうちょっとで9歳、3月末で9歳ですよ。そうね、好きなものってそうね、春に骨折もしましたけど、スケボーにハマってるかな。そうだからトラちゃんはね、本当本とかに男の子ってこういうもんですみたいなのの、あれうちの子のこと書いてんのかなっていうぐらいザ男子、ザ男の子、だいたい問題起こすのはトラちゃんかな。その Vlog でもあったテレビを壊したりとか、そうね、なんでそれしたのっていうことをしますねそうで、なんかこの間なんか幼稚園年長ぐらいの時から小学校1年生ぐらいまで一時サッカーを習ってる時があったんですよ。で私が見に行ったり旦那が見に行ったりとかしてたんですけど、もうね全然ね、サッカー習いに行ってても全然サッカーやってないんですよ。手裏剣投げてるんですよね、カクーンってだからもうボールも追いかけてないし、なんかもうこうとかやってて、でもすぐやめさせたよね、やめようっつってあなたはサッカーは向いてないって言ってやめましたけど、そうなんかでも学校のお友達とかお兄ちゃんとか兄弟がいるママ友と話してると、なんか長男ってこうサッカーに向いてない説じゃないけど結構あるんですよね。なんかこう一人っ子みたいに育つじゃないですか、一人目って。だからやっぱりこう争い事に向いてない子がやっぱ多いんじゃないかなっていう噂話になります。サッカーもさ、なんかこうただボールを追いかけるというよりもこうグッと押し合ってボールを取りに行かなきゃいけないとか、だから格闘技とかもやっぱ向いてないんじゃないかとか、競うものがねやっぱあんまり向いてないんじゃないかなっていうママたちの話ではなったりもするんですけど、まあもううちは本当にそれで心身ともに強くなってほしいなと思って、キックボクシングかな、見学に行ったんですけど、やーとかつってとかやるわけですよそのね、もうやーって言うのが嫌だって言ってえそこみたいな、あれがちょっと嫌だみたいな、えなんでみんな言ってんじゃん恥ずかしくないよとかって言ってもやりたくないって言って、でもね、棒を持つのは小さい時から好きで、公園行ってもいつも木の棒を持つみたいな、で危ないから OK みたいなずっと言ってたんですけど、この間も小学校3年生、もう4年生にもなるのに棒を持って帰ってきたねもう犬なのって思うこの棒を、なんかこの棒は特別な棒だからとか言って持って帰ってくるから、でこれを色塗るとかって言って言うんですよ、ちょっと涙出てきた。でもそんな棒さ、もう持って帰ってきてほしくないじゃん、だから棒入ってる人は家には入れませんって言ってだからその棒はどっか置いてくださいって言って、家のなんかこう隙間の砂利みたいなところに隠して置いてある、だからずっとある棒家の横に結構なんかこれくらいの5つ目の枝、もうでもちょっと目の前にないと忘れてしまうのも男の子のザ・トラさんですよね。こう目の前にあったら棒だと思うんだけど、もう目の前からなくなってしまえばもう棒のことはちょっと忘れてる。そうね、だから石とかさ、幼稚園の頃とか集めて持って帰ってきて、これはなんとかの石だとかつって、普通の石をその辺にも別に色が素敵とかそういうこともなく、なんかなんとかの石だとかつって持って帰ってきて、ああもうさすがに持って帰ってこないだろうなと思ったら、3年生でもやっぱり石入ってたもんね、ポケットに、コートのポケットに入ってきて、ああまだ集めるかって思いましたね。そう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 ね、だからよく怒られてるトラちゃんは
だから本人も多分怒られ慣れてるっていうところはありますね。だからこの Vlog でもトラちゃんは結構怒られてるシーンはありますね。性的男っつってね、ずっと怒られたりとかするので、ぜひあの気になった方は見ていただきたいなと思います。そしてまあ2人目スータンは次ね4月で年長さんになるんですけど、いやもうねツータンはね本当にこれまた教科書に載っているようなザ女子、女の子ってこういう感じみたいなのもザ女子で、なんだろうな、本当に助かる、いるだけで助かるっていうか、なんかお手伝いとかもすごいしてくれるから、うん、なんかお手伝いしましょうかみたいな言ってきたりとか、掃除機の跡をじゃあこのモップでついてきてくださいって言ってモップでついてきてもらったりとか、あと洗濯物とかも畳むのも手伝ってくれるし、干すのも手伝ってくれる、次って言ったら次の洗濯物をこう渡してくれるっていう役で、次次とか言って、でもそういうのでも怒るのはやっぱお母さんよね、フラフラしないでとかつって取りづらいとか取ってもらってんのに、渡しづらいからフラフラしないでピシッと立って渡してみたいなそうですね。だからなんだろうな、怒られないようにするのがやっぱうまい、2人目っていう感じもすごいするし、プラス女子っていうところで、まあ、私としてはすごく助かってるっていうのと、あとまあ本当2人目っていうところで生きていくのがうまい、1人目よりうまいなって思う。1人目が怒られてるのを見て宿題やっちゃいなさいみたいな、トラちゃんは怒られるじゃん。だからツータンはそれを見て別にやらなくてもいい、ひらがなとかさ、いきなり書き出したりとかさ、大人しく私はやってますアピールみたいなのとかはすごいしてきますね。うん、あとなんか助かるわみたいな言われるのをすごい喜ぶかな。だからママ助かる、ツータンいると助かるってすごい聞いてくる。ツータンが好きなのはおしゃれなものだから、なんだろうな、もうもちろん一瞬プリキュアとかも通ったし、プリンセスとかも通ったし、今でもまあプリンセスとかは好きだけど、プリンセスのものとかっていうよりも今はもうお化粧道具とか髪石鹸とかさ、あとハンドクリームとかで、なんかママどうとかっていきなり言ってきて、え何がって全然わかんないから、え何がって言うじゃん。そしたらツータンね、ハンドクリームも塗ってリップも塗って髪の毛シュッシュもやったんだよみたいな、どうすっごい可愛いとかって感じですね。で髪の毛のコロンみたいなのとかも使ってるだ私より女子力高い。ふとした時にお化粧しなきゃって言ってしてるよ。だからそう、だから謎に顔洗う前にお化粧して、いや意味ないよみたいな、顔洗ってみたいな顔洗ってからするんだよみたいなのを教えたりとかしてるかな。だ旦那にもやっぱりもうちっちゃい彼女みたいな、ツータンは髪の毛がサラサラで可愛いねとかって言うと、ツータンも筋肉もりもりでかっこいいねとか言ってお互い褒めて高め合ってる。でなんかこう漠然と可愛いねとかかっこいいねとかじゃダメで、ここが可愛いね、ここがかっこいいねっていうのを褒め合おうって2人で決めてるらしくって、そうだからでも子供だからそのいろんなところ褒めるってやっぱ難しいじゃないですか。こうトータンはいろんなところ褒めるよ、なんか今日はお目目が可愛いねとか、今日パジャマ畳んでて素敵可愛いねとか、トータンはいろいろ言うんだけど、ツータンはなんか、トータンは今日は肩がムキムキでかっこいいねとか V を褒める褒め上手だ、もうちっちゃいお母さんみたいな感じ。トラちゃん早く宿題やっちゃいなさいとかいう感じ。そして、まあ、3人目のお豆さんに関しては、えでもねこれねまだ1歳だから、そのなんていうの、でももう自我はもうもちろん芽生えてきて聞かないだろうなってちょっと今心配しています。もう生まれた時のこう産院にいる時から自己主張がすごい、全然泣き止まないみたいな感じで、もう産院にいる時ってやっぱこう唯一
こう看護師さんとかにね預けて泣いててもね見てもらえるじゃないですか。で一応頑張ったんですよ私も。泣き止まないな泣き止まないな、おっぱいかな違うかな泣き止まないなって頑張ってたんだけど、もうこれ産院で休まないと帰ったらもうこれはもう1対1で付き合うしかないから休もうと思って、ちょっと寝ていいですかっつってこう赤ちゃん預けるところに連れてって寝ていいですかって言って連れてって、で寝ましたって聞いたら寝ませんって言われたりとか、だからもう看護師さんにももう3人目の意地を感じるよねって言われたぐらいもうね3人目だからこれくらい自己主張が強くないとやってけないって多分本人も分かってるんでしょうねみたいなのを言われるぐらい、泣き止まないって決めたら泣き止まない。だからツータンとかはね逆にすごい寝たの。女の子ってよく寝るみたいなのをよく聞いたりもするんだけど、本当にそれで昔の小さい時の写真見ても抱っこ紐で寝てるからこうカバーみたいなのつけられてる写真がすごい多かったりとか、いつも寝てるねって言われてるイメージだったけど、お豆さんはね敏感、神経質かなって思う。なんかこうちょっとしたことで起きたりとか、例えば家の中から外に出るその空気の違いで起きたりとか、敏感だなって思う。でも自己主張がもう1歳になってもみたいな、もう手がこうなの、あれ持ってこいみたいな、でもう違ったらうーんみたいになるし、主張がすごい。だからこれはもうちょっと大きくなったら大変じゃないかなって、もう今から心の準備をしてる感じですね。であとまあ Vlog をいろいろ撮ってきた中でもやっぱり一番の思い出は、その出産して出産どうだったって子供に聞ける時ってなかなかなくって、それをまあしかもこうやって Vlog でね残せるってなかなかないと思うんですけど、まあ我が家はねその出産全員で立ち会ったのでどうだったっていうのを聞いてみたら、そのトラちゃんがその胃が出てきたかと思ったって言ったのが結構衝撃的でしたね。胃が出てきたと思ったってどういうことみたいな。そうそうそう、あとはなんか怖かったとか、あ怖いんだなみたいな、悪いことしたかなみたいなそう、でもなんかそうやってこう立ち会えたっていうのも思い出だし、まあ、なんか子供ってこうなんだなっていうのは残せたっていうのもね良かったかなと思いますね。あとはこの動画がいつ放送になるかによってだけど、まあ、トラちゃんも3月27が誕生日なので、その誰かの誕生日、私の誕生日、お豆の誕生日ってなると、なぜかツータンは分かる、ツータンはパーティーだからっつってドレス着たいんですよ。でもトラちゃんもじゃあ俺もって言って全員になるっていう、なんでうちは誕生日になると仮装パーティーが始まるんだみたいな謎なんですよね。だから写真を見てもこれはハロウィンだったのか、なんでこれ着てんだろうねって多分そのうちなってくるんじゃないかなと思うし、多分その3月27日の誕生日も多分彼はまた前逸を着るんだと思う。今まではカイロレンを着てたの、でも今こう鬼滅にはまり前逸が大好きだから前逸を着て、でツータンはまたドレスを着て、でおまみちゃんだけ普通の服を着てるっていう状況になって、でねまだ聞いてないから分かんないけど、トラちゃんのもう誕生日のご飯は決まってんの、回転寿司っていうのに決まってて、そのプラレールみたいなやつかね、こうお寿司を運んできてくれて、本人主役よね、主役が大将になるっていうでチーンってやって、大将マグロとかってそのマグロを大将が流してくれるんですよ。それをね多分ねまた今年もやらなきゃいけないんだろうなっていう感じです。だからご飯作るのは楽よ。もう最初は酢飯とか作ってやってたんですけど、もう何だったらそういう出前取って食べたいのを出前取って、ただ大将に乗せてもらうだけっていう大将がね握ると時間かかるの、もう全然お腹いっぱいになんないので、なんかキットがあってこうギュッギュッギュッって酢飯をこうギュッギュッってやるやつがあるんですけど、それだとねこんなちっちゃいシャリで、それもねなんかご飯がねカパってちゃんと取れなくて、手で握った方がいいから、もう最近はもう大将が乗せるだけにするかっていう感じね。そうでトラちゃんが大将だったら、ツータンはじゃあ私看板娘って言って注文取りに来るんですよ。
って、じゃあマグロでって言ったら、マグロにしようっていう。何これもう本当に早く普通に食べたいみたいなって感じですよ。多分それをやるのでその動画また撮りたいなと思いますけど、そんななんかアホみたいなことをやってる家族です。よかったら Vlog もいろいろ見ていただきたいなと思います。ということで、この動画もうただただ子供たちのことを話すというこの動画がねいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ということで以上ハローキティチャンネルでした。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上ハローミキティチャンネルでした。